えー、本日、えー、ガンバ大阪あ、トップチームの決断式、並びに必勝祈願終わりました。そういう意味で、えー、2017年シーズン本日からは、えー、スタートいたします。そういう意味を含めまして、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。えー、2013年,年の12月から建設が始まりまして、2015年9月に完成した皆様の思いが詰まった、この私立吹田サッカースタジウムで、 昨年度ホームゲームムゲとししてです、ね、大阪は戦いました新スタジアムで,です、ね、シャーレを上げてまたカップを上げることをです、ね、目標にしながらです残念ながら結果としては AFC チャンピオンズリーグでグループステージ敗退ルマンカップにつきましては準優勝 J1 リーグにつきましては年間4位天皇杯はベスト8ということで、えー、残念ながら 久しぶりの無冠に終わりました。えー、多くの皆様とともにですね、歓喜をあげたいというふうに対処を抱いてですね、シーズンを始めましたが、残念な結果に終わっております、えー。ガンマ大阪はですね、上位争いをするだけじゃなくて、常に結果を残すクラブであるというふうに思っています。えー、そういう意味でですね、えー、今シーズンのスローガンは、えー、勝つ。 というふうふに決めました昨年度、無冠の無念を晴らしますのは、皆様との、またわれわれ、バンバ大阪のです、ね、無念を晴らすのは、かつこのことにしかないというふうに思っております。また真のビッグクラブを目指すためには、ですね厳しい戦いが待っていると思いますが、ここに勝ち残ることしかないと。 ここから学ぶことは非常に大きいというふうにわれわれは考えておりますので、この勝つということに2017年のスローガンを決めさせていただきました。また何よりです、ね、このスタジアムに足を運んでくれて応援していただけるファン、サポーターの皆さんが見たいのはです、ね、ガンバ大阪の勝つ姿、そしてタイトルを手にする姿だというふうに思っております。皆様の熱い応援に応えられよう、試合内容はもちろん、 一戦一戦、勝利にこだわる姿をです、ねえー、皆さんにお見せしたい、えーガンバ、強いガンバ大阪を取り戻したいという思いで勝つにいたしました。えー、皆さんご存じのとおり、今シーズンはです、ね、J リーグを取り巻く環境は大きく変わります。J1 リーグは3年ぶりにワンステージ制が復活するとともにです、ね、放送環境の変化など、変革の年を迎えております。そのため、今シーズンの結果次第では、今後のわれわれガンバ大阪のです、ね、方向性が大きく影響を受けると。 いうふうに考えております。他のクラブからですね。頭一つを抜け出すために、また世界に通用する強豪クラブになるためにですね。より重要になる今シーズンだというふうに思っています。昨シーズンの悔しさを晴らし、2年目となる。私立吹田サッカースタジアムでシャーレカップを上げることを目標にしながら。クラブ一団となってですね地域の皆さんと共に国内外から愛されるクラブをクラブづりを行っていきたいと。 いうふうに決意を誓える次第でございます。昨年度に超えてですね、杯球のですね応援をいただけますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。お待たせいたしました。では皆様から向かって左側の選手から紹介させていただきます。えー、三浦健太選手です。はい、泉沢真選手です。 井出晴弥選手です長谷川健太監督です鈴木亮太選手ですファビオ選手ですでは最初に長谷川監督よりご挨拶をさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますえ皆さんこんにちは、えー、今シーズンもよろしくお願いします、えー、もうこのチームの目標はタイトルを取ることしかないというふうに思っています えー、毎年、えー、スタートダッシュが悪いので今シーズン、そのタイトルを取るためにいかに春先、えー、しっかりと勝つことができるかどうかまた ACL の方も今回プレーオフから参加することになりましたのでしっかりとプレーオフ勝ってです、ね、本戦に出場して昨シーズン、ACL も予選で敗退してしまったので今シーズンこそはですね、えー その ACL タイトルというところを目指してチーム一丸と戦っていきたいなというふうに思っています。それとメンタル的な部分ですがタフさというのは今シーズンもちろん私含めてですね選手にも求めていきたいなと今シーズンまた少数精鋭というような形になりましたのでいかにそのメンバーがですねしっかりと チームがタイトルを取るためにです、ね、協力し合って力を合わせてまたそういう、えーまあ、若い選手も非常にこう今回移籍してきた選手もいる中で,です、ねまあ、どれだけチーム内の競,争競争を高めて切磋琢磨して、えー、本当にこのチームとしてタフに戦っていけるかどうかというところが今シーズンその タイトルを取るためのポイントになるんじゃないかなというふうに思っています。えー、本当に道のりは険しい道の道のりになるというふうに思いますが、覚悟を持って今シーズン1年間戦っていきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございました。では続けて選手の方々の紹介、自己紹介させていただきたいと思います。えー、では三山選手からお願いいたします。えー、こんにちは。 清水エスパルスから来ました三浦玄太です、えー、タイトルダッシュに向けて全力で頑張りたいと思いますよろしくお願いしますでは続けて泉澤選手お願いいたします、えー、大宮から来ました泉沢仁です、えー、優勝できるよう頑張るので、えー、お願いしますはいでは ジェフ千葉から来た井出春也です。数多くのタイトルを獲得しているガンバ大阪に加入でき、とても嬉しく思っています。チームでタイトルを獲得できるよう精一杯努力していくので、よろしくお願いします。鈴木選手、よろしくお願いします。 こんにちは東京ベルディから加入しました鈴木亮太ですまずはこの伝統のある強いガンバ大阪の一員になれたことを大変嬉しく思うと同時にまあ自分がそのガンバ大阪の勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いしますではファビオ選手お願いしますこんにちはファビオです Estou vindo do Yokohama F Marinos. Espero ajudar o Gamba a conquistar seus objetivos nesta temporada. Estou muito feliz em, em estar vindo para o Gamba. Yokohama é, F Marinos, cara que tá Fabio. Esse, com o season, Gamba e o título é tirar. Por isso, eu quero trabalhar muito. では今から質疑応答につりたいと思います、えー、まずはじめに代表質問ということでえっ、ー、と NHK さんのよろしくお願いいたしますマイクお待ちします代表質問させていただきますテレビ幹事社の NHK の近野と申しますよろしくお願いしますあのまずは長谷川監督にあの伺いしたいと思います、えー、昨シーズンですねやはり無冠に終わったというところで 監督としてはどういった面が一番足りなかったというふうに思っていますでしょうかまあやっぱりチームを早い段階で昨シーズンこう作り上げることができなかったのでえ特にパトリック、アデミューソン宇佐美隆史と非常に豪華なタレントが揃っている中で,ですねなかなかうまく共存させられなかったそこが一番の大きなポイントだったんじゃないかなというふうに思っています。 あの後半戦に関しては非常にリーグ戦なんか特に、えーまあ、尻上がりによくなったというふうに思います。えーまあ、その前半戦のこういい流れというところを作れなかったことがです、ねえー、なかなかこうタイトルに結びつかなかったのかなというふうに思っていますあの、まあ、昨シーズンなんですけれどもリーグ戦は34試合で 42失点という,こう失点の部分でもかなり課題が残ったと思うんですけれどもその点についてはどのよううに思われていますかそうですかそでねあの失点してもそれを上回る得点力があればよかったんですが、まあ、先ほども言いましたけど、えー、まあ攻撃に、えー、タレントを前面に押し出して戦おうと思ってもなかなか今度、後ろが持たなかったりとかですね、えー、逆に、えー、後半戦で後ろは踏ん張っているんですが なかなか前線点が取れなかったりとか、まあ、チームのやっぱりかみ合わせというところが年間通してうまくいかなかったと、まあ、その辺を守れば失点が減るというわけではないというふうに思いますからしっかりと攻撃しながらいかに失点を減らしていくのかというところがやっぱり今シーズンのポイントになるんじゃないかなというふうに思っています昨シーズンあの終盤にかけて状態が上がってきたという話があったと思いますが。 出口選手など若手の対っというのも終盤はあったと思います、そういった面での手応えというのは、どううででしたでしたょうかまあもちろん、非常に素晴らしいアカデミーの選手がこのクラブにはいるわけで、まあ、そういう選手が非常にいい活躍をしてくれているというふうに思ってます、えー、まあただそ、それで満足するようなクラブではないというふうに思いますし。 そういう選手を育てながらですねしっかりとタイトルを取るということがこのチームに課せられた使命だというふうに思いますからもちろん今シーズンもここにいる新加入の選手また、若い選手にはですね非常に期待をしながらですね現状の中心選手さらなる成長というところを促してですね よりチームとしてタフに戦っていけるかどうかというところが非常に大きなポイントになるんじゃないかなというふうに思っています今シーズンなんですけれどもこれまでガンバのサッカーの大きな部分を担っていた選手が抜けた中で今回、このように新選手新しい選手たちが加入したと思いますどういうふうに今シーズンのサッカーを改めて作り上げていきたいというふうに思っていますでしょうか。 そうですね、あのまあ、理想を言えば、えー、非常にボールを握って、えー、やっぱり押し込む形を多くしたいとで、まあ、コー守の切り替えを早くというサッカーはもうずっと私の就任当初からですね、目指しているサッカーなんで当然、今シーズンもそういうサッカーを目指していきたいとただ、そういう中で、えー、勝負というところにこだわっては戦っていかなければいけないという,ふうに思いますので、えー、そういう,こう ガンバの理想とするサッカーというところを追い求めながらも、ですね勝利というところにこだわって戦っていきたいなというふうに思っていますあとあ、今シーズンですね、チャンピオンシップがなくなって、またワンステージ制に戻ると思います、そういった中では戦い方の変化であったりというのはあったりするんでしょうか。 まあ基本的には大きな変化はないというふうに思っていますが、えー、ここ2シーズンは2ステージ制という形で、まあ、どちらかといったらその前半戦は a シェルにウェイトをかけて、えー、リーグ戦はまあ後半勝負、まあ、最悪、後半勝負でもというような思いも多少あったまあ、ですが、えー、まあ今シーズンから1ステージになったのでもう前半戦の出遅れがモチベーションになるというふうに思いますから。 えまあここ2シーズンぐらいも本当に勝ち点70ぐらいの以上の優勝チームのポイントを考えるとです、ねまあ、前半戦からいかにきちっとです、ねえー、ポイントを積み上げていけるかどうか国内リーグというのも非常に大事ですし ACL もあの本当に国内リーグとの日程で前半戦が非常に過密になってますので、まあ、そこを本当にあの今回本戦に出た場合には 中国オーストラリアのチームもいますしもちろん韓国のチームもいますのでそういう遠距離の移動等を含めてですねきちっといかにコンディション管理ができるかどうか、まあ、本当にその前半戦でいい形でこうチームが乗ることができればですね後半戦にそれがつながっていくというふうに思いますんであので後半戦、ここ2シーズン3シーズンですか非常に尻上がり。まあ J2 時代を含めればですね、まあ、非常に尻上がりによくなる傾向にあるチームなんでそのいかに前半戦きちっと勝ち星を重ねてですね上位にまあ食らいついていくというかですね、まあ、突破争いができるかどうかというところが非常にそのリーグ戦を取るために必要なのかなと。で ACL に関して言えばですねやっぱりその一昨年その ACL もリーグ戦残り3試合で3連勝しているというような形で、まあ、その勢いがですね、ベスト4まで勝ち進むことができたという,ふうに思いますので ACL、まあ、AC リーグ戦ともにですね、やっぱりその前半戦以下に昨シーズン反省を踏まえてですね、まあ、早い段階でチームをきちっと仕上げてですね、 戦える状態に持っていけるかどうかというところが非常に大きなポイントになるんじゃないかなというふうに思っていまますすありがとうございます、えー、監督に最後にあの、まあ、今シーズンが就任5年目のシーズンになると思います、えー、そういった中で,です、ね、改めて目標と意気込みというのをお聞かせください、はい、あの毎年、えー、優勝を目指して戦ってますの、ね、で、今シーズンももちろん優勝を目指して。 タイトルというところにこだわってやっていきたいというふうに思っています。あのまあ五年目、えー、毎年毎年一年勝負でやってますし、今シーズンも勝負の年という思いでですね、選手ともに頑張っていきたいなと戦っていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。あの続けて選手にですね代表からなんですけれども。 ガンバのイメージとあとご自身のアピールポイントをちょっと一人ずつお願いいいしたいと思いますでは,、はい、では三浦選手の方から一言ずつお願いします、えー、ガンバさんはやっぱり名門クラブでタイトルを多く取られているチームというイメージはやっぱりあって先ほどみんなも言ってましたけど加入できたことはやっぱりすごく嬉しく思いますし早くチームの一員として認めてもらえるように。 頑張りたいという思いをります。あと、僕のストロングポイントは対人だったりキックの部分なんでそこを試合の中で見せていけたらいいかなと思います。えー、ガンバは、えー、強いチームだなと思っています。えー、毎年上位争いをしているクラブなのでそこの力になれたら、えー いいなと思ってます自分のストトロンングポイントは、えー、ドリブルです、まあそこを、えー、皆さんに見てもらいたいなと思っています、えー、先ほども言いましたがやはり、えー、多くのタイトルを獲得しているクラブだと自分は思っていますし、えー、そのこれから一つでも多くのタイトルを獲得できる ために自分も貢献したいと思っています自分の特徴は攻撃で違いを生み出すことだと思っていますゴールアシストを見ていただきたいですそうですねまあ皆さんというかみんな言った通りにやっぱガンバ大阪というのは常に上位にいて優勝争いだったりタイトル争いをしているイメージがありますしまあキーパー目線から言うと まあ代表である東口さんだったり経験のある藤川谷さんがいて、まあ、その中で自分がこうして加入させてもらって、まあ、自分の特徴としてはまあやっぱ身長は多分一番でかいと思うのでそういった長身を生かしたプレーっていうのをまあ出していかなきゃいけないと思いますしそこを見てもらえればガンバ大阪の一位に少しでも早くなれるのかなと思います。 É, o Gamba é um time muito conhecido mundialmente. É, no Brasil, sempre se fala, é muito conhecido. É, mas só é conhecido porque briga e conquista títulos. E esse pensamento de vencer no Gamba é muito importante. E eu estou muito feliz em estar aqui. E nunca fui campeão da J-League, espero ser campeão aqui, porque o Gamba é um time que briga por título e está sempre disputando. Meu ponto forte eu vou deixar para vocês da imprensa, torcedores e comissão técnica é avaliar no dia a dia. É, eh, Takanba Osaka, o イメージなん やっぱりそれはブラジルでも名前が通っているクラブでありますしやっぱりガンバっていうのは常にタイトル争いをしていて争いをするだけではなくきっちりタイトルを取り切っているチームだっていうふうに思っています。で僕自身 J リーグでまだタイトルが取,れた取ったことがないのでここで皆さんと一緒にタイトルを取りたいっていうふうに思っていますし。 ここで頑張りたいいいうふうふに思っていますそして僕のセールスアピールポイントなんですけれどもそこはメディアの皆さんフロントだったりスタッフ周りの選手が僕のプレーを見て見つけてもらえたらいいかなというふうに思っていますよろしいのか、はい、では質問のある方いらっしゃいますでしょうか挙手にて社名お名前をおっしゃったち質問してください。質問のある方よろししくお願いします マイク持ちします。日刊スポーツの小杉です。と、谷川監督にはお伺いします。今年のキャプテンっていうのはもうすでに指名されたんでしょうか。はい、しました。えー、遠藤さんで、またレントカールズ遠藤さんで。はい、遠藤にしました。何か遠藤さんにまあ、期待するところであったりでとかは。 そうですね、もう4年間、チームの中心としてプレーをしてくれてです、ね、この5年目もやっと中心に、チームが当然、試合が進むと、そういう中でしっかりとチームの中心選手として1年間、プレーをしてもらいたいと。 といいう思いとですね、彼の経験、また若い選手加入してきた選手もいますので、まあ、しっかりと遠藤のプレーというところで,です、ね、チームを一つにまとめてもらいたいという思いでほししか他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。あのじゃあ一番前のマイクを持ちます サンケイスポーツの大石です。よろしくお願いします。えっ、ー、と長谷川監督にお伺いします。えっ、ー、と前半戦が大事だということをおっしゃっておりましたけど、まあ今年はさらに二月七日に大戦があるという、さらにスタートが早いですけど、そこを乗り切るために今何か考えている策だとかそういうものがあれば教えてください。策はないです。もうキャンプでまあしっかりとまあ各選手にはですね。 プレーオフにが出場が決まった場合はそれぞれでしっかりと動いておけという話をしましたのでまあしっかりと動いてくれているということでスタートはしていきたいというふうに思っていますま。 しっかりと戦えるだけのチームを作っていく、または戦える選手を見極めてメンバーを組んでいくという作業しかないのかなというふうに思っています。す、ま、べ、あ、てがパーフェクトになるということはないというふうに思いますがそういう中でチームの最大値というところを2月7日の試合に出していければというふうに思っていますよろしいでしょうか。 では後ろの方お願いします。 フリーランスの下と言います。今年もししまます。す。長谷川監督にお伺いします今年あの新戦力でまあセンターバックと中盤素晴らしい選手加わったと思うんですけど長丁場のまあ ACL 本戦とリーグ戦考えるとちょっとフォワードの枚数というか点取り屋というかそこはちょっと若干足りないかなと思うんですけどそこはアデミューソン中心にまあ乗り切っていくのかもしくはまあ登録まで時間ありますけどさらに補強という可能性があるのかどうかもう一点あとまあボールを握る押し込むサッカーという意味でやっぱセンターバックは非常に大事だと思うんですけどそういった意味でスピードのあるファビオ選手だったり三浦選手の けど、この二人に対する期待というか、その辺お聞かせくださいそうですねあの、フォワードの方向に関しては、えーまあ、チームがいろいろまた、えー、動いてくれているというふうに思いますんで、えーまあ、また何か動きがあれば、また皆さんにという形になるというふうに思います。 えーまあ、非常に昨シーズン長さにしても、えー、出場時間限られた中で9得点取れていると、えー、小矢も、グ勢は1点に終わりましたけど非常にポテンシャルの高い選手で、えー、また今回、異例ーが入ったということで、まあ、非常にそ,のそれぞれの個性を持った選手がいますので、まあ、彼らのさらなる成長というところを促しながらですね 昨シーズン53得点に終わっているのでなんとか60点以上目指してチームとして戦っていきたいというふうに思っていますあの今言われたように非常にその泉さに関してはです、ね、もう非常に個のスペシャルな部分を持った選手なので。 えまあ非常にそのチームとして打開できないときにやっぱり個の力というところで局面を打開する、動力を持った選手が加入してくれたというのは今までガンバにいなかったタイプの選手だというふうに思いますからまあそういう意味でも非常に大きな期待を寄せています。ディフェンス陣に関して言えばですねまあ非常にこうスピードを持ったセンターバックが少しガンバには足りない部分があったというふうに思いますから。 ファビオ、三浦に関してはですね彼らの持っているその技術、スピードと特に三浦に関しては清水で右サイドバックやったんでやっぱり今センターバックの持ち上がりというところは非常にそのビルドアップに関しておいては非常に大事だという,ふうに思いますからファビオに関しても三浦に関してもそういう能力をです、ね、チームに還元してほしいなというふうに思っていますあの。昨シーズンに大輝が早々にですね 肩というか鎖骨の怪我をしてまた岩下が出遅れてですね膝の怪我でというところで非常にセンターバックで苦しんだ部分がありますからこの2人が非常にそのディフェンスラインに入ったというのは非常に大きな戦力アップになるんじゃないかなと多いうふうに思っています。ね後ろの 戦いをしながら、ですねそのいかにその点をチームとして取っていくというところにどれだけシフトしていけるかどうかまず、その後ろの部分がしっかり安定してこないと、まあ、昨シーズン前半、なかなかその ACL に関しても上海に非常にこうホームでボコボコにやられたりとかですねやっぱり後ろの安定というのがチームの安定につながっていくというふうに思いますからその安定を図りながらその 前の推進力前のパワーというところをチームとしていかに高めていけるかどうか。まあ、そこがやっぱりポイントになるんじゃないかなというふうに思っています。はい。他に質問。でしょうか。それでは、ただいまより株式会社ガンバ大阪のユニホームパートナー契約について発表させていただきます。この度、シップヘルスケアホールディングス株式会社様に。 今シーズンからガンバ大阪のユニフォーム背中、裾部分に広告掲示していただくことが決定いたしました。まずはじめに本日の出席者をご紹介させていただきます。シップヘルスケアホールディングス株式会社様、株式会社代表取締役会長、古川国久様になります。続きまして、ガンバ大阪、株式会社ガンバ大阪代表取締役社長、山内隆でございます。 それではパートナー契約締結に先立ちましてシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長古川様にご挨拶をいただきたいと思います古川様よろしくお願いいたします今日あのお正月の松の内でしかも一面白い雪で 白黒の白で歓迎してくれています改めて皆さんおめでとうございますいよいよ来月より熱い戦いが始まりますこの2017シーズンよりユニフォーム広告の契約を締結しガンバ大阪様をより強く応援させていただくことになりました当社は 総合的に病院づくりを行うトータルパックプロデュース事業をはじめヘルスケア領域で5つの事業を展開しておりますまた昨年に25周年を迎えられました岩場大阪様とご一緒に 活躍できる若き集団でもあります先日も関係連の会合の席でパナソニックの松下副会長と同じ江戸の取り出しで守護屋を賜るなど非常に多くの共通点を感じております税通に降格した2013シーズンはガンバ大阪さんの歴史の中でも厳しい時期で あったと思いますその続き縁がありその年よりゴールドパートナーとして支援をさせていただいておりその後の J1 昇格三冠達成天皇杯連覇など八区の活躍の一助となれたことを非常に喜んでおりますこの素晴らしいスタジアムを舞台に新たに当社のロゴを背負ったガンバ大阪の選手の皆さんが活躍する姿を想像すると 当社ががが成長してきた奇跡と思いいい重ななりり期待で胸がいっぱいになりまガンバ大阪の今シーズンのスロ,ースローガンが「勝つ」ということでありますが当社は「本気である今しかない」を今年度のスローガンにしました両者のスローガンを旗印に縁のあるこの取年に大きく羽ばたいていこうではありませんか。 社員関係者一同応援にさらなる熱を浴びたいと思っております。ガンバ大阪のサポートの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きましてガンバ大阪山内隆修よりご挨拶させていただきます。え古川会長ありがとうございました。えー 会長の方からのお話がありましたとおりです、ね、SIP ヘルスケアホールディングさんとガンバ大阪のパートナーはです、ね、2013年、ガンバ大阪が J2 で戦った非常に厳しい時に、パートナーとしてパートナーの契約をさせていただきました、本当に J2 でのシーズン、本当に苦しい中で,です、ね、本当に苦しい中にお力を頂戴したということで、感謝に絶えないところであります。 で、今シーズンからですね。5年目、今シーズン5年目をこのパートナーの関係は続いておりまして、今シーズンからダイヤモンドパートナーということでさらに、さらに強固なパートナーシップを結ぶことについてですね。ご契約が結ぶ箱になる運びになりました。誠にありがとうございます、えー。具体的にはですね。先ほどあった通りですね。ユニフォームの裾にシップヘルスケアのロゴをつけて戦うということでございまして ユニフォームというのはです、ね、ガンバ大阪にとっては勝負服、戦闘服でございます。この戦闘服にです、ね、流々と成長されているシップヘルスケアさんのロゴをつけるということは、すね、我々選手もです、ね、勇気いっぱい、力を借りてです、ね、戦えるのではないかなというふうに期待をしております。このこのとで,です、ね、2017年 チャンピオンシップのです、ね、奪還をです、ね、必ずやり遂げたいなというふうに思っておりますし、そのことによってです、ね、シップルヘスケアさんの業績がますます流盛になるとともにです、ね、ブランド力向上、従業員の皆さんの士気、ね、向上にですね我々が微力ながらです、ね、お力になればというふうに考えておりまして、ウィンウィンの関係を築き上げたいというふうに願っている次第でございます本日はどうもありがとうございましししたよろしくお願いします。 それでは続きましてシップヘルスケアホールディングス株式会社と株式会社ガンバ大阪とのパートナー契約の締結を行いますまず古川会長契約書への署名よろしくお願いいたします では、あとお二方で契約書を持って写真撮影のをさせていただきたいと思いますので真ん中でお持ちいただいてよろしいでしょうか。 ありがとうございました。では、ご着席ください。では質疑応答に移りたいと思います。本パートナー契約に関しまして、ご質問のある方、もしよろしければ挙手にて質問を受けたまわりますので、よろしくお願いいたします。質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。じゃあ前の方。あのフロムアンネオントです。 山内社長にお聞きします。パートナー契約ユニフォーム広告以外に双方で行う協力事業など何か予定されていることはありますでしょうか これからあのさらに詰めてまいりますが、あのまずあのこのスタジアムを活用してですね、あのチップヘルスケアさんの従業員の皆さんのまあイベントなんかあのぜひ一緒にやりたいなというふうに思ってます。多分今年度はちょっと難い時間の関係とか準備の関係で難しかったんですが、あの新入社員のですね関係の。 まああの式だとかですね。またあの事業員の皆さんといろんなイベントをここのスタジアムでやっていただければなというふうに思っておりまして、まあご相談をさせていただいているところでございます。はい以上です。はいありがとうございました。では続けて質問のある方いらっしゃいますでしょうか。じゃこちらの方マイクお持ちします。すみませんジェイコムの渡辺です、えー。古川会長にお尋ねしたいんですが、ガンバ大阪の。えー まあ先ホームタウンのお膝元の吹田市に本社があるということで、2013年 J2 の時代から三冠とってで、また今年は新たな挑戦の年ということなんですけれども、吹田市に本社を置く企業としてです、ね、元本大阪に期待されていることっていうのは、どういったことでございましょうか、はい、もちろん、あのかつスローガン通りで優勝をお願いしたいというふうに思ってます。 私も13年で参加させていただいて翌年の14年度につきましては社業そのものもおかげさまでガマさんの力をお借りすることを含めてずいぶんと成長がしましたで今年少しガマさんも実力が出しきれない年だったと思いますけれどもあの新しい年のスタートはあのいい成績で優勝ということであの 期待しておりますので頑張っていただきたいという,ふうに思います以上ですありがとうございました他に質問のある方いらっしゃいますでしょうかよろしいでしょうかではこれでパートナー契約の会見を終わらせていただきたいと思いますなおこの後新ユニフォーム発表記者会見を行いますのでその際にシップヘルスやヘルスケアホールディングス株式会社様の方のフォトセッションも行わせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします それではこちらでパートナー契約の発表を終了させていただきますありがとうございましたまそれでは今から新ユニホーム発表記者会見を行いたいと思いますここからは株式会社デサントアスレチックブランド統括部アンブロマーケティング部チーフデザイナー中野哲也様より紹介していただきたいと思います中野様よろしくお願いします皆様こんにちは ユニフォームのデザインを担当していますアンブローマーケティング部の中野と申しますよろしくお願いしますそれでは選手にジャケットを脱いでいただき新ユニフォームのデザインそして機能名についてご説明をさせていただきますお願いします 今シーズンの新ユニフォームのデザインコンセプトは輝輝き大阪から世界ででくクラブへです新スタジアム2年目を迎える今シーズンホームタウンである吹田サッカースタジアムから世界に向けて輝きを放つチームとして強い願いが込められたコンセプトそれからデザインに仕上げています。 泉澤選手が着用しているファーストユニフォームはチームカラーである青黒と伝統あるストライプデザインを継承しつつホームタウンから世界へ輝きを放つチーム選手をイメージしたクリスタルモチーフのグラフィックデザインを新しく採用しています。またシャープなピンストライプで表現した鮮やかなテックブルーはその輝きを失わない。 強い意志と願いが込められています。ファビオ選手が着用しているセカンドユニフォームは伝統あるホワイトユニフォームを継承しつつファーストユニフォームでも採用しています。チームの輝きをイメージしたクリスタルグラフィックを力強いボーダーデザインで表現をしています。チームカラーであるブルーを従来よりも深みのある 濃いトーンにすることで国内そして海外を相手にする力強いガンバ大阪を表現しています鈴木選手が着用しているキーパーユニフォームにつきましては同様のデザインコンセプトをベースにファーストユニフォームではレッドセカンドサードユニフォームではブラックとイエローを昨シーズンから引き続き採用しています その他のディティールにつきましては左胸エンブレム上の星の数は昨年と同様の9個になりますまた ACL ユニホームはセカンドユニホームで採用した力強いボーダーデザインをベースにガンバ大阪の象徴でもありますブルーを基調としたデザインを採用していますデザインコンセプトであります大阪からアジア そして世界で輝くガンバ大阪を強く表現したモデルとなっています ACL ユニフォームにつきましては後ほどガンバ大阪の公式サイトにて掲載いたします続きましてあまだまだ 続きまして選手をサポートする機能面では選手のパフォーマンスを最大限に発揮するシルエットパターンと高機能素材の両方でサポートをしていきます。まずシルエットパターンにつきましてはサッカー特有の走る蹴るといった連続的な動作を想定したアンブロ独自の立体裁断ボディフレクサムを新しく搭載し さらなる運動機能性を高めたモデルとなっていますまたベースの素材につきましては昨シーズンから引き続き選手からも大変好評を得ています大量発汗にも対応した当社独自の高機能素材サラピークを新し継続して採用しています多い時で約3リットルの汗をかくサッカーにおいて 大量に汗をかいても体にまとわりつきにくい素材構造となっており選手のパフォーマンスを損なわない仕様となっています会場内にユニフォームを展示していますので後ほどご確認ください新ユニフォームの説明は以上になります続きましてチームにサプライしています練習着アイテムのメインとなるウェアのご紹介をさせていただきます ガンバ大阪の選手スタッフが練習シーンで着用しているウェアはアンブロブランドの最上級コレクションでもありますプロトレーニングシリーズを着用しています選手からのウェアに対する要望ニーズに基づきながら最先端の高機能素材とシルエットパターンでの機能性の両面から選手の練習シーンをサポートするとともに 最高のコンディションで選手が試合に臨めることを一番に考えたウェア開発を行っています。三浦選手が着用していますホワイトのウェアは選手がトレーニング中に着用するプラクティスタッツとショーツになります。練習の際メインで着用するウェアということもあり 練習シーンと本場の試合でできるだけ同じコンディションで選手がのめるようベースの素材は試合で着用するユニフォームと同じ大量発汗にも対応した高機能素材サラピークを採用しているとともに動きやすさを追求した立体裁断ボディフレクサモンも同時に搭載をしています。 イデ選手が着用していますブラックのウェアは選手が練習試合用として着用するセカンダリシャツになります。快適性を求めるトップ選手のニーズに応え、急肝速乾性に加え、特殊構造の交通機素材を全面に採用することでウェア内の熱気を積極的に外に放出する。 優れたベンチレーション機能を搭載していますチームにサプライしています練習アイテムのご紹介は以上になりますありがとうございました それでは続きまして2017年シーズン岩波大阪 U23 新体制発表記者会見の方を始めてまいります。まず最初に選手の方をこちらでとご紹介させていただきます。まず私の方手前からメッシの選手です。続いて高選手です。続いて森選手です。宮本監督です。続いて中原選手です。 高梨選手です。高橋選手です。で最後にペイ選手です。それでは始めてまいります。えー、会見に先立ちますてえっと宮本監督の方からご挨拶させていただきます。よろしくお願いいたします。えー、皆さんこんにちは。今年から頑張るサーカーアンダー23の監督を務めることになりました宮本です。 このお話を最初にいただいたときはプロチームを見るということで身の引き締まる思いがありましたそしてまた今日こうやって選手たちと顔を合わせて彼らと一緒にいい仕事をしていきたいというふうな思いを新たにしたところです。まあ、仕事の内容としては トップチームにつなげていくということが最大の目的なのでぜひ彼らも力を最大限伸ばしていきたいというふうふに思っていますしそのためのトレーニングだったり試合というものを行っていきたいと思っていますで選手たちには毎日の練習しっかりとした目的意識やモチベーションそして野心を持って臨んでもらいたいというふうに考えていますよろししくお願いします。 ありがとうございます。続きまして1年間一年会戦に戦っていくそれぞれの選手から一言ずつご挨拶させていただきます。ガンバー大阪エースから昇格してきました飯野亮太郎です。J3 という舞台で多くの点を取って早くトップチームに上がれるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。 こんにちは。一立船橋高校から加入しました高尾弘です。J3 でしっかりと活躍し、トップチームでも活躍できるようしっかりとやっていきたいと思います。お願いします。こんにちは。名古屋グランパスが来ました森優斗です。このメンバーだと年齢は上の方なのでチームを引っ張っていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 コンサドーレから来ました中原翔吾ですシーズン中にトップ昇格することが目標ですよろしくお願いします東京ベリティから来ました郡博です自分の長所を最大限に生かしてチームに貢献したいと思いますよろしくお願いしますこんにちは

こんにちは。韓国から来ましたペースヨンです。一生懸命努力してチームに貢献したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これでえっと選手のコメントの以上になりますが、続きまして質疑応答の方に参ります。質問ある方は挙手の上、お名前とご所属おっしゃってからお願いします。まず代表質問で NHK さんの方からよろしくお願いいたします。 テレビの幹事者を務めております NHK の今野と申します。お願いします。まずは宮本新監督にお伺いしたいと思います。先ほどご自身の役割としてトップチームにつなげていくことというふうに言葉があったと思いますが、具体的には、より具体的にはどんなことをやっていきたいかというのをまずお願いします。その大目的がトップチームへつなげるというところ あととはその,そのためにという部分ですかその、まあ、もちろんその質の高いトレーニングそして、えーまあ、若い選手が多いので、まあ、プロ選手としての心構えであったりあの行動というかそういったところも伝えていきたいと思いますし幸い、えー、コーチングスタッフにもプロとしてやってきた山口聡であったり松、まあ、強尚直樹ゴールキーパーコーチがいるので、えー、一緒になってやっていきたいなというふうにも思っています。 あのアン U−23 のチームなんですけれども、まあ、去年とかです、ねあのまあ、いわゆる東京オリンピックの世代の選手たちが活躍されてたり、まあ、あの今回、加入の選手たちはまあこれからの頑張を担っていく選手たちだとは思うんですけれども宮本監督としてはどんな期待を持たれてますでしょうか。それぞれぞがあその特徴を持って それをやはり伸ばしていくことでプロとしてやっていく、まあ、一流になるためにはあその武器っていうのが必要だと思ってますしその武器がたくさんあればあるほどいいと思いますしそういったアプローチもちろんそのチームとして J3 を戦うわけでそこでしっかりとした結果につなげていくというのも大事なんですけれどもやはりその「こう」という部分彼らが。 数ヶ月後、1年後どういった子になっているのかその子の大きさですねそれをどん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 大きくしていきたいいけるようにしてあると思います。監督ご自身は去年ユースチームで経験を積まれてきたと思うんですけれどもそこで学んだことといったのはどういったことでしょうか。 もちろん監督としていろいろなチーム運営に際していろんな決定があったり決断があったりしましたしそういった部分もちろんが学んだ部分でもありますしピッチ上のこと戦術をいかに落とし込むのか練習をどう組み立てるのかというところもそうですしまだまだ自分自身は学んでいかなきゃいけない立場にありますし一緒に彼らと時間を過ごす中で自分自身ももちろん成長していきたいと思っています。 あの宮本監督ご自身さまざまな経験をサッカー選手としてされてきたとは思うんですけれどもその中でこう若手の選手たちに一番伝えたいことというのはどういったことでしょうかユースの選手にも伝えてましたけれどもやはり技術、体力戦術といったものも大事なんですけれどもそのベースになるメンタルの強さというものが必要で。その ベースのあるものを早く確保としたものを持ってもらいたいというふうにはこれからこのチームの選手にも伝えていきたいというふうに思いますあの改めてすません先ほどの質問に被る部分があるかと思うんですけれどもこの東京オリンピックにつながるような選手たちもたくさんいる中でど,のようにどこを伸ばせばこうさらにトップチーム えー、どんな指導をしていけばトップチームに上がっていける人材を育てよりこう育てていけるというふうに、まあ、どういうそういう選手たちに対してはどういう指導をです、ね、監督としてはしていきたいというふうに思ってますかもちろんポジションによって、ね、一番しなきゃいけない仕事というのがあると思いますし例えばフォワードの選手であればいかにして点を取るのかというところ千葉の選手であればいかにしてそのゲームを組み立てるのかコントロールするのかというところもあるでしょうしディフェンスの選手はやはり 自陣のペナルテエリアの中での強さというのも必要になると思いますしそういったディテールもありますし先ほどから言っているその心構えというかやはりこの J3、このアンダー23でやっている中でトップチームに上がっていこうとするとやはりそこには競争があるわけでじゃあそこの競争に勝つためのまた違ったメンタルというかセルフアセスメントみたいなのも必要になると思いますしそういったものも日々追求していきたいと思います。 りま今後なんですけれども、トップの長谷川監督と連携を密に図っていかれるとは思うんですけれども、そこではどんなイメージを持たれていますでしょうかコミュニケーションを密に取りながら、基本的なサッカーの方向性を一緒にしながら、いつこの中からトップチームに上がっても、違和感なくプレーできるようにしていきたいというふうに思っています。 最後になんですけれどもアンダー2 3のチームっていうのは最近ですねカテゴリーとしては J3 に参戦っていうのは最近だと思うんですけれどもそういった中でガンバ大阪のアンダー2 3のチームとしてどういう存在感っていうのをこの J リーグの中で見せていきたいっていうふうに思っていますでしょうか J3 の,のレベルというのも年々上がってきていると思うんですね、かつて J1、J2 でプレーしていた選手の数も増えていると思いますし、そういった中で、あのやはりその勝負どころというのをまだかぎ分けられないというような印象を受けることが去年の試合を見たときにです、ね、あったので、えーまあ、そういった まあ老練というかベテランの選手たちと戦う中でその試合運びっていうところに関してもこのリーグ戦を通して学んでいってもらいたいなというふうには思ってますの、ね、でガマ大阪の,その選手アンダー23の選手は技術的なものアイデア好奇的なタレントっていうのは去年の試合を見ていてもあると思いますしそういったものも活かしながらでも試合に勝つためにはどういうものが必要なのかっていうところもぜひ身につけていきたいと思います。 言ってもらいたいと思ってます。ありがとうございました。あの引き続きあの選手一人一人にですね。あのご自身のアピールポイントっていうのを一言ずつ、あの、うん、いただけますでしょうか。お願いします。ご自身の持ち味のアピールしたい部分をちょっと一言ずつお願いします。と,すと僕の長所っていうのは。 ドリブルと両足のキックの精度でボールに絡むプレーが大好きなのでどんどんボールに関わりながらゴール前で得点に絡む仕事をしていけたらなと思います。自分のプレーの長所は運動量を多く持って攻守に関わり続けるプレーの中で怖さを持ち続けるというところです。 僕のプレーの長所はゴールに絡むプレーです。えー、自分で点を取ることとアシストができること、えー、またはポジションはできるだけゴールの近,く近ければ近いほど自分の持ち味は出ると思っているのでそこにどんどん絡んでいければいいなと思ってます。えー、僕,の僕の長所は 攻撃に絡むプレート、使用なと視野の広さを生かしたアイデアのあるパスだったり、得点に絡むプレーです。自分の長所はポストプレート、攻撃の時のクロスの入り方です。自分の長所は。 スピードに乗ったドリブルだったりゴール前に入っていく多さだったりボールに関わる多さだったり運動量も豊富なんでしっかり活かしていきたいと思います私の大きさは大きさを使う大きさ守備のパワークルな大きさがあります自分の長所は、えー 高い身長を生かした高さとあと相手に対する強さだと思っています。いいでしょうか。はい。え続きまして他に質問のある方いらっしゃいませんでしょうか。はい。竹島さん。 FMC 竹島です。宮本監督、今選手の皆さんのアピールポイントを聞かれてどのように感じられたのかとあと、サポーターの皆さんから宮本監督が安打23の監督に就任されてとても嬉しいですとかの共に戦ってこられた山口コーチ松尾コーチとタッグを来れることがすごく嬉しいという声が届いているんですがそのことについてもお願いいたします、まあ。アピールポイントを聞いて非常に頼もしいですが。 攻撃的な選手ばかりなので守備がどうなのかというところもちょっと感じましたけれどもあのまあでも、この彼らの持つ良さというのをぜひミックスしていいチームに仕上げていきたいというふうに考えていますで松尾コーチそしてさと一緒にやれるというのは非常に心強いですしまあ松尾松さんに関しては指導者として。 長いいキャリアを持っているそして自分自身のキャリアでサトシに関しては現役を終えてから間もないというところでいろんなこう視点を持っているというのも強みだと思いますし、えー、まあそれぞれの経験そして自分たちが頑張ってやってきたものっていうものをこうしっかりとまあ落とし込むというか話し合いを持ちながらチームにもたらしていきたい先ほど言った経験の部分もそうですけれどもサッカー自体に関してもやはりそういった ごみやくみやくと受け継がれているガンバのサッカーというのは自分たちの中にはあるとは思ってます、ね。よろしいですか。はい、続きまして、いかがでしょうか。はい、下園さん。フリーランスの下園です。宮本監督にお伺いします。 あのまあ、当然アン u ー2 3選手に上を選手を上に送り込むっていうのが一番目標だと思うんですけどただまあ同時に U−23 でやっぱり頑張らしさというかいわゆる頑張らしさっていうのも大事にしなきゃいけないと思いますその中でまあガンマの哲学を知ってらっしゃる宮本さんが監督になられて山口聡君であったり松代さんであったりいわゆる頑張らしさを知ってらっしゃるコーチングスタッフがいるっていうのも一つのメッセージかなと思うんですけどその今シーズン戦う中でまあ上に選手に送り出すっていうことと J3 で結果を出す。 あとなおかつ頑張らしさ、それいわゆる頑張らしさを大事にするっていうその辺のバランスっていうのどう考えるでしょうか。うん、まあ非常にいいあの難しい部分ですね。で、すべてが大事です。その割合はなくて、えー、こう大事にしながらのアプローチもある中でチームとして戦っていく。逆にチームとして戦っていく中で。 ここもも伸ばしししてていいいくというとうろもあると思いますしそれに関しては練習という部分とあとは試合の分析を一緒に行うことでそのでは開始10分に何を考えていたじゃあ開始終了5分前このスコアで何を考えていたのかというところを一緒にビデオを見たりすることによってじゃあそのプレーの選択が当てたのかとかっていったところをすることもその選手に成長につながると思いますし。 うん、まあもちろんチームとしての結果にもつながっていくと思いますし、まあすべてだと思いますね。はい。よろしいでしょうか。続きましていかがでしょうか。はい。シライシさんな。共同通信社の白石と申します。お願いします。と宮本監督、あの初めてプロチームを率いることになると思うんですが。 指導者として今後の目標を考えていることがありましたら教えてくださいまあ自分の中でたくさんの,この経験をもともと積んでいきたいと思っていますしそうした結果自分がやはり一番レベルの高いところで指導していくという姿もイメージはできますしまあでもそれに関しては。 やはりもっともっとこう磨いていかなきゃいけないという思いでいます、ね。もちろんそのまあ今このチームで与えられている役割というのは先ほど言った選手の育成もそうなんですけれども、自分自身もやっぱり成長していきたいというふうに思っているので、とても大切なシーズンになっていくと思っています。ありがとうございます。あればこれで続いあと一つで最後とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ございませんか。はい。すみません、デイリースポーツの山本と申します。よろしくお願いします。先ほど、あの、指導者としての目標のところで、あの、まあ、一番高いレベルというお話がありましたが。もう少しあの、具体的に、それはあのトップチームのレベルなのか。はたまた、まあ、その代表とか、そういったところまで見据えていらっしゃるのか。ええー、教えていただけますでしょうか。 ちょっと考えますので、他にあの選手に質問してあげてください。何か選手に対して質問ございませんか。先ほどアピールポイントありましたが、それに加えてあれば、はい、大石さん。アンスポーツの大石です。すみません、飯野君にじゃお伺いします。宮本監督とはユースから。 ということになりますけど、まあ一番学んだものっていうのがあればお願いします。えそうですね。やっぱり自分は去年ユースでキャプテンやらせてもらって、えっと、うん、人としての振る舞いというもの。 よよく教えてもらったような気がします、えっと、自分一人のわがままな態度であったりとかそういったものはプロでは通用しないというものをやはり去年一年通して教えてもらったかなというのを感じますので今年は大人になった自分を常さんに見せていければなと思います。続いていてかかがですか宮本監督もうちょっと よろしいですか。せっかくやからもうちょっとはい <laughs> 他いかがでしょうかはい尾崎 フリーランスの尾崎留美と申します。選手の皆さんそれぞれにお伺いしたいのですがもちろんトップチームでいち早く活躍することが目標だと思うんですけれどもガンバの選手で一緒にプレーしたいなと思っていた選手とかその選手と絡んで自分がこういうプレーをしたいとか思っている選手がいたら教えていただけますでしょうか。はいえっと、僕はガンバ大阪ジニアからっっているんですけど、入ったと 当初からガンマのトップの方でプレーしている遠藤康仁選手といち早くプレーがしたいです遠藤選手からパスをもらって自分がゴールを決めるっていうイメージを持って、はい、頑張っていいいきたいなと思います。自分は遠藤選手や今野選手といった日本代表するボランチの人がいるので一緒にプレーして多くのことを吸収していきたいなと。 思ってます僕も、えー、っとグランパスからずっと小学生の時からガンバ大阪を引っ張っている遠藤選手はこんな選手ともやってみたいしあとはポジションが似ているアデミウスの選手が間近で見てどれくらいすごいなのかなっていうのは興味深いものがあります。 えー、僕も遠藤選手なんですけど、えー、パスの質だったり、えー、プレーの選択だったりっていうものを、えー、見てみたいなっていいなううふうに思います。えーまあ、自分はあんまそうです、ね、一緒にやってみたい選手はあんまりいないんですけど、えー、鈴木亮太選手がベルディで一緒だったので、まあ、ピッチの中で一緒にプレーしたいなと思います。 やっぱり自分も遠藤選手とからー自分が裏に抜け出すっていうのが好きなので遠藤選手から縦パスをもらったりっていうのもありますしあとナガサ選手ワロワスその時自分がジュニアエースで見た見ていたのでまあ一緒にやってみたいなっていうふうに思いますカテンハンコクサラミンオーテーソクサンズは 勝ち競技でいく実です。え、私は同じ韓国人選手であるおジェソク選手と一緒に試合に出たいと思っています。ありがとうございます。えー、よろしいでしょうか。はい、えー。まあそうですね。答えはやはりトップチームの監督というのを目指していきたいですし、大第チームの監督というのも非常に大きな仕事です。